初代ジャージー伯、エドワード初代ジャージー伯爵、エドワード・ビリアーズは、イギリスの貴族、政治家。サー・エドワード・ビリアーズとサフォーク伯セオフィラス・ハワードの娘、フランシスの抜子で、初代バッキンガム公、ジョージ・ビリアーズは王子、イングランド王チャールズ2世の愛人の一人、バーバラ・パーマーは、従子、ウィリアム3世の愛人で、イギリス陸軍元帥兼オークニー伯、ジョージ・ダグラス・ハミルトンの妻、エリザベス・ハミルトンは妹にあたる。1689年に、父が亡くなりサーの称号を継承、王室の馬の世話役として、ウィリアム3世、メアリー2世夫妻に仕えた。1691年に、ビリアーズ子爵に、女爵、1696年にレースウェイク、条約締結会議に、イングランド代表として、出席。1697年に、ジャージー伯に、女爵。1698年から1699年まで、駐仏大使。1699年から1700年まで、南部担当国務大臣。さらに、宮内長官に転任するなど官職を経験していった。しかし、1704年に、アン女王とシドニー・ゴドルフィンの意向で、宮内長官を罷免され、1706年に、ホイッグ党政権が成立すると、他のトーリー党員と共に、枢密院からも排除された。1710年に、トーリー党が政権を奪取してからは、スペイン継承戦争の終結を望むロバート・ハーレーと、シュルーズベリー公チャールズ・タルボットの指示に従い、フランスの外相トルシー公と接触して、交渉を行い和睦内容の骨子をまとめた。しかし、アンからは、ジャコバイトと通じていると疑われたため、交渉に対する論功交渉が遅れ、1711年に、授与が決定したが同年に急死したため話は、立ち消えとなった。フランスとの交渉は、ヘンリー・シンジョンが担当となり、継続、1713年に、ユトレヒト条約として成立した。ジャージー伯位は、息子のウィリアムが継承、後に、クラレンドン伯爵ヘンリー・ハイドが死亡すると孫で、ウィリアムの息子トマスが、姻戚関係から、クラレンドン伯位も継いだ。1681年にウィリアム・チフィンチの娘、バーバラと、結婚。三人の子を設けた。ウィリアム・ヘンリー・メアリー、トマスシンと結婚、ウェーマス子爵トマスシンの母。ありがとうございます。